はい、どうも皆さんこんにちは。まあ、もう一度僕です、栗です。まあ初めましての方は初めまして、見てる方はまあお帰りなさい。今回はシャープ 3.5 の始まりなので、現在はこちらのバオタウンについてたので、でもうジムチャレンジはもうできるようになってるんですが、まだやりません。なぜならポケモンたちが結構レベル低く目になってるんで、まあ少しレベルを上げようかなって思いながら、その後で挑戦しに行こうかなって思ってます。で、僕にとってはまだこういうのな謎やん。ああ、なんかそういうポケボールのマークがついてるのが、なんでついてるのわかんない。まあ一応グダグダ配信というか、ただの10.5 の配信なので、10.5 の登録なので、ほとんどあと2時間か、あほとんどあと2時間、一つだけあと19時間、ほとんどはポケモンのレベリングや、まあひたすら新しいポケモンを捕まったりとかをするシャープでございます。まあストーリーが進んでるときはちゃんとシャープ1,2,3で登録動画を撮ってるんですが、まあそういうレベリングの時はただシャープ何々.5とかにしております。で今回はシャープ 3.5 になるんだと思うんで、まあ少し見ていきましょう。ちょっとくびれもうちょっと首の方が高めな黒いシャツが欲しいんだけど、ないの何だろうな。あ、いや勝ってたんだ。勝ったんかい、もう勝ってたんだ、もう何悩んでるんかい。でそういうおもかしんって感じが好きではない。と謎の一つは、前には謎になったことの一つは、ユニフォームはどんな感じで表せるのが謎です。僕にとっては完全に謎でございます。なんか次回のジムチャレンジに挑むときはどんなユニフォームをつけてるのは想像もできない。そう、まあ想像はできるはできるけど、本当はどんな服になってるんでしょうかねって。で、あのマークは気になるなんですが、まあここら辺で何かの異常なものがあったりとか、なんか前に撮った時にポケモンをトレードを望んでる人があったりとか、何があるのが、まあ、今探しております。で
とマップも一回見ておこう。ああ、ここがこのマークがついてるけど、このマークは何者なんでしょうかね。まあ何か槍の子をしてるか、何かやることがあるとかのでしょうかね。で、図鑑としてドンプ、あー、なるほど、どこに出てくるのが見られるんや。おお、そのマーク懐かしいやん。ていうかマップめちゃくちゃ大きいやな、ちゃんと見ると。これどんなスタジアムなのかな。まあスタジアムであるかどうかも知らないんですけど、と今まで見てたポケモンの中で捕まえてに行きたいものがあるのでしょうか、ないのでしょうか。なんか相手使ったポケモンも今図鑑に載ってるので、評価というか並び替え50、ある意味大丈夫、何、いや10音でやってる、50音で、あの誘惑か。これ何者かな。鎖よ、これリオなの。ここにいるの、ロブ&ホールイン。タリオなの、気になる。で、他に気になるものがあったんでしょうかね。やっぱアークゴーストや、これ。まあ特に捕まえたいとか、一応気になるのは前に見てたやつやな。おっ、恋キングだ。なんか久しぶりじゃん。レベルは18。そうなんだ、一発で倒れないよな。どうだろう、あ、一発で倒れる。ちなみに目標としてはだいたいミナゼンレベル25にしたい。あれ
あのバルーンのやつがいたよな、そっち。おお。エスパーだから効果がすごいんだ。わお、急所だ。まあレベル70変になってるから、ここら辺のポケモンたちがちょっと弱くなってるな。え、あー、欲しい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 。オスか、メスだったらちょっと良かったけど、オスか。虫食いでそんなにダメージ当たらないよな。確かに水虫だから、でも捕まえるように入ります。さあ、で本作でまあ目当てというか懐かしに少しある程度の、あ、雫も、水雲じゃなくて雫も懐かしいというか、まあ捕まえたいのは五足虫だったかな。なんかダンゴムシみたいな、で結構がっつり強いやつになるものです。でもいいポケモン捕まえたなって思ってます。地図ゴモが地に入れたい。しよう、ビーチがしばらくの間置いといて、地図ごものレベリングしようかな。得意不得意はどっち？青が得意、赤が不得意、どっちなんだろう。え？でもまあ一応地図ゴモがチモに入れたいなので、誰のところに行こうかな。パチンキがあんまり使いたくないというか、まあしばらくこっち側であげるわ。でもなんかいいもの手に入れたなって今考えております。確かに草ポケモンやな。一発で倒す。
ポロロ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 。今ポケボールも少し余ってるから、うん、コイキングを一応まあ交換用に少し捕まえよう今日持ってます。ここだけの攻撃仕方ない。あ、コイキングだから大丈夫。ダウン。で、あの鎖湯の方が探したいな。こいついちゃねえ。現地としてはそんなに大きくないんですが、まあ簡単な戦いだから特に文句は言わないでおこう。あ、あった。こいつが竜になるなんて。どういうこと？防火抜群はおそらく一発で倒せるかの方が多いから慎重でいきましょう。なんで吸収吸収なら何もくださいもう。また探しに戻ります。高速移動回避を上げる。あ、素早さぐーんと上げる。これがねこの攻撃と一緒で効果があるんですけど、どうしよう、スピードスターをなくて入れようかな。そういう作戦はまだ考えないでおこう。普通の単純な戦いでやろう。もっと進んでたらそういう感じの考えをしましょう。これがエスパーだっけ。これで倒らない。
お、早っ。でここら辺で、あ、あんたちゃうやん。こっちが先に登ったら、もう一回アタ攻撃当たってても倒す可能性があるから、もう捕まえに行こう。うん、ありがとうございました。カジッチュー、カジッチュー、なんか可愛めな名前だな。これがどんな進化になるの、結構気になってます。これが遠くに何もないな。ここのお姉さんがあって、もう少し上にもう一人のお姉さんがいるだけ。どうだろう、これの次は橋があって、この橋らへん、橋のとこらへんでさすらこの人がどうかな。ていうかこのさん全然場所違うよな。初めて見つかった時はここだったけど、まあ捕まえてきたかったポケモンを捕まえてたので、よし、あ、お姉さんがこのアイテムが取りたい気持ちやけど、カモネギ、ただの飛行だったっけ、ツーまた覚えてへん。わお、草なの。
かこれが進化すると大体かっこよくなる。なんかナイトみたいに片手剣を持つアヒルになります。格闘家、メスだったら捕まえたい。あ、メスだ。どうしよう、捕まえられそうだったら捕まえる。と、初のフレンドボールで捕まえようかな。どうしようかな。悩むね。だってポケモンを預かるときにベースの方からポケボールを、あーでも、ちゃんとしたブリーディングはまだ早いかも。ていうか B クイーンは毒攻攻撃どっちが高いの？自分でも覚えてね。特殊攻撃、じゃあいつの攻撃でいいよな。でもここにはもうついてたからどうしよう。釣りやりながら、釣りやりながらレベリングする、レベリングしますか、しましょうか。トントントララン、ついてるものは全くわからん。あれ、お姉さんが、やるかやられるか。どうしましょう、ワイルドエリアでレベリングしてみます。こういう家に入りましょうか。お邪魔します。ゴミいっぱい集まってるな。
そうだね、ウィブカードといえば、こちらのジムリーダーのリーグカードをもらったので、あ、こいウリナ、やろ、どうやってルリナって書いてあるの、あ、文字がこうの文字やな。イエスってない。どうしよう、しずごも最初に送ってバーチャルに変わって作戦でいこうかな。まあしずごももうこちらのスタージャムであんまり活躍はないかもしれないけどな。だって水もしやから、うん、特に水耐性で赤いのって何だったっけ、あ、マイターが低いかも。どうだろう、あ、もう今食べた。ちなみにバブル光線だけが今一つだとバブル光線いた。え、なんでこっち側が、マジかい。一番レベリングしたいポケモン倒るな、あ、倒れるな、いやうまいね、ユルさん、エレキネット、欲張りせずにただひたすらバーチュラー、バーチュルで戦闘に出して一つずつでレベリングやろうかな。まあ僕が無理をしようとしてるんだけどな、もともとは。ていうか他の家に入ってなかったな。まあ特にはね、
んまり期待してないけどな。なんか家の中で何かもらったりとか。でもたまにポケモン交換あったりとか。双子くれているけど、ポケモンさんも留守番？違う。そうだね。レストラン食べ物うまい。ケーキには何特にあったやな。ごめん、マイクに当たった。大きな音をしたと思う。カマス、どうだろう。虫食いっていうか、ポケモンに溝が弱い。わかんない、覚えてない。最後に顔を開けて面白かった。うーん、あんまらららららら
全部こう変わるか。でもレベルの差があって倒れないよな。どうかな。倒れないでください。おーい、アウト。倒した、倒したんかーい。まあ、まだまだチャンスが出てくると思う。アロマセラピー、どんな攻撃なの。回復状態を直す。でもこれがダブルバトルとかにしか使えないよな。足で行こう。生き残ったら捕まえる。あ、そういう状態だったら。バーチュー回元気にしてたい。で、早くポケモンセンターに戻るのはこっち側なので、差し替えます、差し替えます。でもこれで、なんでそっちが先なの。いやでも交換してても、
攻撃を受けるしかないな。ちょうどいい。最近も技マシンも動いてるのでね。この後でなんか便利な覚えそうなのがあったら教えてあげようかな。カムカメカムカメカムカメレキネット、よし、パーツどうする。別のもの見てた。あ、実はちょっと寝ぼけてる。なんか1力の進化を次。あ。
かなやな。また倒れてんの。
ちょっとね、待ってみよう。え、マジかよ。思わず連打した。どうしましょう、あの変わった魚を捕まえて、まあ、レベリングが満足する程度。なぜやってそれで一応シャープ .5 として終わりにしようかな。それとも .5 パート1と .5 パート2にしようか。あんたちゃうやん。あう？あ、コギ間違ってる。まいったー。出てへん、ゲロゲロ。うん、それで倒す。出る？なんか高いですよ。どうした？なんかテスト早く流そうとしてる。結局連打としてカウントされてる。ダメなんだ。正直でドナコーギーの一瞬で目をつぶして、あー疲れてるなって思って、あーまた間違えちゃった。もうなんか似てそうって感じ。
とやめてください。ちょっと寝ぼけてるな今。言わない75一発でこれ3発だから岩流れのかな。覚えることが可能だったかな。技マシンで覚えてたんだから。ダメかい。なんでダメか。うまく見てなかった。あうー。もう地面型のこいつ地面じゃないな。受けてるわ僕は。あ、捕まえるの忘れてた。ここら辺でシャープ 3.5 になりそうだけど。
そらく今日からここら辺で終わりにしようかな。かなり重さが出てくる、ちょっと短いシャープになるなんですが、まあちょっとしょうがなくて、じゃあこれでこのシャープは3.25にお預けします。で次回これの手数で続きをやりたいと思います。ちなみにまあ手続き手続きといっても、ここまで何が変わるのかな。まあじゃあということで、ここら辺で分かりましょう。はい、見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。で僕がそろそろ終わるああなんか寝ぼけてすいませんはい、動画を動画の終わり。